こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回ですね、見てまいりました是枝さんの最新作ですね、怪物でございます。これね、もうとんでもない作品でございました。はい、前半ネタバレなしで話しまして、後半ですね、ネタバレありで話に沿ってやっていきたいなと思います。今年の邦画、今んとこダントツでナンバーワンです。もうとてつもない傑作でした。いや、本当に何でしょう、本当に尊い作品ですね。優しくて尊い、だけど残酷でもあるというね、とても複雑、もう本当に人間をね、表した作品だなと思いますね。で、今回是枝さん、去年ベイビーブローカーがありましたけど、1年ぶりの作品でございます。僕あんま見てないっすね。誰も知らないと、万引き家族と海町ダイアリーですね、その3本ぐらいしか見てないんですけど、でね、まあ、その中だと僕は海町ダイアリーが一番好きだったんですけど、今回ね、ぶっちぎりで一番好きな作品になりましたね。本当にレベルが違う作品でございました。役者の演技をどう見せるかというか、演技の付け方っていうんですかね、っていうのがもうなんだろう、邦画ではもう群を抜いてるなという感じですね。細かい目線の動きだったり、まあ、手の動きとかだったり、そういう細かい動作で見せてくるのが本当にうまいですね。すごかったです。脚本はですね、坂本さんですね。花束みたいな恋をしたとか、あとは大豆田とわ子とか、あとカルテットですかとかやってますね。もう売れっ子の脚本家さんですね。はい、僕は、大豆田とわ子をちょいちょい見てたのと、あと花束みたいな恋をしたぐらいしか見てないんですけど、花束みたいな恋をしたも僕はね、結構好きな作品でございました。見てみたら意外とサブカル映画だったっていうのが、僕が好きなポイントだったり、あとまあラストのそのセリフなしでね、見せるあの展開というか、見せるファミレスのシーンとかね、あ、これはもうすげえなと、いい見せ方だなと思ったりしましたね。で、今回やもうね、脚本すごいっすね。ビビりましたね、本当に。こういう構成のね、ある種まあ若干トリッキーな作品なんですけど、こういう手法はまああるっちゃあるんで、あ、そういう感じかと思ってたんですけど、ラストというか後半のね、ある展開がありまして、その展開の見せ方というか、その匂わせ方ですね、それが絶妙で、押し付けがましくない、テーマの見せ方っていうのがうまかったなと思います。あと、そのテーマで言うと、ある終盤のシーンがあるんですけど、その前とその後で、あの作品のテーマがめちゃめちゃ変わってるように見えて、それがうまいな、本当のテーマがこう見える瞬間がめちゃめちゃうまいなと思いましたね。そしてね、まあなんといっても音楽ですよ。坂本龍一さんですね。これが劇伴最後の作品ですかね。本当にもう着実にいい仕事をしてましたね。本当に惜しい人を亡くしたなという感じですね。ラストにかかる音楽はね、特に、素晴らしい。ほぼほぼピアノだけなんですけど、今回の音楽。いや、それだけでもこのピアノの可能性というか、ピアノの奥ゆかしさがとても出てたなと思います。で、まあなんといってもまあ是枝作品なんで、まあ俳優の演技ですね、とても素晴らしいですよ。序盤に出てくるね、校長室のシーンなんてね、もうとんでもない。安藤サクラがお母さん役で出てくるんですけど、まあもう安定の演技で、あとエータですね、序盤のエータがもうすごいうわ、ほんと憎たらしいって思いますね。で、まあ是枝作品といえば、まあ子役のね、演技ですけども、黒川宗也くんと柊木陽太くんですね、この二人がね、今回メインで、出てくるんですけども、本当にすごいですね。どういうことっていうね、はい、感じでした。もうなんだろう、是枝さんってセリフをね、口伝えで教えてその場でやってもらうみたいな感じらしいんですけど、今回は今までの是枝作品にしては大人ではあるんで、事前にね、脚本を渡してやってもらうというスタイルで、今回撮ったそうです。この2人もね、本当に素晴らしい演技でした。もう演技なのかもわからん、目つきもすごくいいし、あと目線ですね、目線のやり取り、これがね、とてもうまいというか、まあこれを注目して見ていただけるとね、とても分かりやすいんじゃないかなと思います。あとね、この作品ね、押見修造っぽいんですよね、どことなく。はい、押見修造のなんだろう、血の輪立ちでもありますけどね、母と子の距離感の難しさだったりね、まあそういったね、この思春期特有の
その悩みだったり、その人間関係の問題っていうのを、表している作品が押見修造には多いんですけども、そういった要素がかなり出てくるなというイメージですね。あと諏訪で撮影してるんですけども、諏訪の雰囲気というか諏訪のロケーションも、なんでしょう、押見修造の埼玉が舞台になるのが多いと思うんですけども、なんかそういうね、郊外の日本の街が舞台っていうのも押見修造とちょっと被るなと思ったりしました。なんで、押見修造作品ね、好きな方はこれぜひ、見てほしいなと思います。その綿密な人間ドラマというか、そのとても細かいやり取りだったり、言った本人は本当に何気ないというか、本当に何とも思ってない会話のつもりでも、受け取る側がどう思ってるかは分かんないよみたいな、そういう人間関係の難しさみたいなところも炙り出してまして、いやー、とてもこれはね、傑作ですよ。素晴らしいです。はい、ぜひ見に行ってください。はい、いや、そんな感じでね、こっからはネタバレありでやってみましょう。で、冒頭なんですけども、火事のシーンですね。ガールズバーが火事になってるというところから始まっていきます。そして第1幕目ですね、母親の視点で語られていくというのが分かってきます。で、シングルマザーで、クリーニング屋で働いててっていうね、このなんだろう、お母さんの今の現状、どういう人間でどういう生活をしてるのかっていうのを見せまして、で、ちょいちょいね、息子の港ですね、この港くんの、ちょっと不可解な行動がね、見えてくるというところですね。このなんだろう、小出しにヒントをね、こう散りばめて、ずっと悩んでたり、急に噛み切ったり、あと水筒に泥が入ってたりね、子供がね、車乗ってて飛び出しちゃって、で、病院行って CT 撮ったりして、で、その後のね、長回し、ここがね、とてつもなかったです。素晴らしい。この息子が、何かね、言いたげというか、悩んでるように見える。ですけども、言い出せなくて。で、ペットボトルをね、こう、今あるわ、ペットボトル。こう、にぎにぎしてる、この、にぎにぎしてる音が、この演出はすごいですね。力が入って、こう、ペットボトルがバキバキ言う、この音の深いさと、この力が入っちゃってるんだなっていう、この何かに絶対悩んでるんだなっていうのが、もうセリフなしで見える。ここがすごすぎましたね。で、港くんが走ってって、で、そしたらまだカット終わらない。追っていくんですね。一連で見せる緊張感と、この葛藤が、子供の葛藤、そしてその、それを心配する親、その構図がね、セリフなしでもう全然見えるっていうのが、もううますぎました。ここ、いきなりね。すごすぎますね。こういうのもさらっとできちゃう。うん、是枝さんは。もうすごすぎます。全然押し付けがましくないんですよね。長回ししてんのに。これがまたうまい絶妙なとこだなと思いましたね。もうどう見てもいじめられてるようにしか見えないっていうね、序盤がありまして、で、学校に行きますと。校長室のシーンがもうね、いきなりもうとてつもない、演技のね、アンサンブルになってましたね。これは、こんな演技の応酬ね、普通見れないですね。こんなヒリヒリするシーンをね、久々に見たなと思いました。エータ。ここのエータがね、すごい。本当にビビりました。いや、こんなダメなやついるっていう、ね。こんな舐め切ったダメ教師いるっていう感じ。いや、もう徹底されてましたね。もうなんだこの挙動不審なやつ、何みたいな。半端じゃないですね。で、田中優子さんのね、演技も、いやー、すごい。魂がない。もう、ここでいきなりすごかったんですけど、もう、その後の校長室のシーンもね、また、とんでもなかったですね。もう、完全に舐め切ってね、もんぺとして見てて。で、もう、なんだ、段取りもね、半端じゃなく悪いですよね。なんだこれっていうね。もう、大丈夫か、この学校みたいに思わせて。で、そこで、安藤桜から、もう、ものすごい、この作品に重要なね、問いがあるんですけど。誰と何と話してんのっていうね、人間と話してんのかっていうね、田中優子さんが、人間ですって言うんですよ。これがね、めちゃめちゃ重要だなと。めっちゃどうでもいいですけど、僕最近ね、マンダロリアンをずっと見てるんで、なんだろう、本当にドロイドと話してんのかなみたいな、こいつら全員ドロイドなんじゃないかみたいな、感じがあって、で、それでも人間ですっていうというね。そう、これがね、後々めちゃめちゃ重要。こんな、なんだろう、ただ詰めてね、切れてるだけに見える会話なんだけど、話の根幹にめちゃめちゃ重要に関わってくるね、セリフだったと
思いましたね。で、あの堀先生ね、瑛太演じる堀先生がね、また出てきまして、廊下のところでなんかゴタゴタして、でそんで安藤サクラがブチ切れるんですけど、そこ噛んでるんですよね。噛んでるシーンを OK にしてて、ここを OK テイクで使うっていうのもよりリアルというか、人が切れてる時って本当に頭沸騰しすぎて口回らなくなるんですよね。それをめちゃめちゃこの NG を使うことによってよりリアルになるっていうね、これ OK にした手腕はね本当にすごいと思いますよ。で、僕この前見たね、片山晋三さんのガンニバルですね。ガンニバルでもあのセリフ間違えちゃってるシーンも使ってて、日本のマジで映画わかってる監督で結構この NG も OK にしちゃってよりリアリティ出す感じに、ね、最近やるんだなと思いましたね。はい、っていう感じでね、母親の安藤サクラのパートですね、ここはもうストレスフルでね、ずっとストレスを溜めて、もうめっちゃ嫌な映画だなと思って見てました。でこの後、堀先生パートになります。第2幕目ですね。で、まあ堀先生が出てきまして、で最初ね、またこれ時系列が戻って火事のシーンからね、また始まっていきますという感じですね。冒頭のね、高畑充希ちゃんとね、歩いてまして、あ、これ彼女なのかなという感じで、で、まあそう考えると、その噂で言われてたね、ガールズバーに入り浸ってるみたいな話、これはね本当に根も葉もない噂なんだなっていうのが分かるというところですね。そう、この作品ね、噂っていうのがすごい鍵になってるというか、真に怪物な部分ってそういうとこなのかなって思ったりしましたね。見ててこの作品の構成と似てるんですけど、その噂って何でしょうね、人が見たいものしか見ないっていうのをめちゃめちゃ表してるなと思いましたね。噂っていうものが、それがこの作品の構成にもなってるし、テーマにも関わってるなという感じでございましたね。堀先生ね、誤植を見つけて、出版社に送ってるっていうね、このちょっとやらしい趣味っていうのが、見つかりますという感じで、あ、こいつもクレーマー、ある種クレーマーなんだなと。この趣味もマジで味方に読むなと思いましたね。安藤サクラも、学校側から見たらモンスターペアレントでも、子供を守るために、しかもシングルマザーだから、よりね、自分一人でね、子供を見なきゃいけないっていうところで、よりこう守らないといけないというね、使命感が強いなというところもあるっていうのがありますね。堀先生はね、誤植を見つけてね、送る、正しいものを教えてあげるっていうことで、ある種正義感があってやってるかもしれないんだけども、出版社からするとね、誤植をね全部直して新しくね、すり直さなきゃいけなくなるから、もう費用がね、予算が余計かかりますからね、そのまあ、なんなら見つけてほしくないところであると思うんですけど、ですけどそれを趣味にしてるというね、二人はある種似てるというか、正義感がゆえの行動が他人から見るとそうは見られてないっていうのが、この二人の共通点かなと思いましたね。堀先生パートね、見ていくと全然印象が違いますね。本当に真摯にちゃんと子供と向き合ってるし、人じゃ全然ないし、全然暴力も振るってないし、その鼻に接触があったっていうのも本当に文字通り鼻に接触があっただけだし、本当に真っ当な先生っていうのがここで分かっていきますね。で、もう序盤にあったね、校長室の謝罪も、もう納得してないけど謝っときゃ済むからみたいな、その学校の体制によって謝らさせられてたっていうのがここでわかりますと。ああ、なるほどと。確かにその納得してなかったらそうなるよなと。しかも堀先生は歩み寄ろうとしてましたからねっていうのが分かって、うわ、なるほどなと、めちゃめちゃ理屈通るなという感じでしたね。はい、でこの辺でね、僕はね、この作品のテーマが子供の嘘によって翻弄される大人を描いてる作品なのかなと思ったんですよね。安藤サクラも子供の発言によってね、こう右往左往して、堀先生もね、子供の発言によってこう結局クビにされちゃうっていうねところもあって、そういうね、結構残酷なね作品なのかなと思ってたんですよ、僕はね。この構成で言うと、なんか序盤からね、ヒントをちょっとずつ出してって、で母親のパートの最後は台風の夜に湊がねいなくなって終わるっていうところがありまして、で堀先生の最後はそこのもうちょっと先描いてて、ちょっと話が進んで、これはどういう展開になっていくんだろうっていう興味の持続、そこもあったり、あとはその母親パートであったことの答え合わせが、堀先生のパートで何個か答え合わせがされて、
でまだ、残ってる謎もあったりして、このなんでしょうね、単純に興味を持続させる構成がむちゃくちゃうまいですね。2時間ちょいあるんですけど、一瞬も飽きさせないっていうのが、もう単純に話の構成がうまい、坂本さん本当にうまいなと思いましたね。もうここまではうまいなと思って見てたんですけど、こっからもう別次元に行きます。もう一個レベル上のことをやり出しますね。子供のね、視点に沿ったパートに入っていくんですけども、堀先生パートではね、湊くんが星川くんをいじめてるんじゃないかっていうね感じで進んでたんですけども、ここでいきなりね、いじめてないんだっていうのがね、別の子がね星川くんをいじめてるっていうのが分かりますね。いきなり冒頭で、まあある種怪物探しがね、この作品のテーマというか、この作品の話の軸じゃないっていうのがここでもう分かりましたという感じでしたね。じゃあどこに転がってくのって感じなんですけど、まさかの方向に、どんどん行きますね。でまあその星川くんがねいじめられてる描写がね、とっても心苦しい、またねもうストレスフルな展開になっていきますね。いやこれがね、僕もね小学校の時ねいじめられてたんでね、かなりトラウマを呼び起こされました。子供特有の残酷さっていうか、まあ素直っていうか、本当に残酷なことするよねっていうのが随所に出てましたね。でもうこっからね、基本的にね子役の2人だけなんですよ。めちゃめちゃうまいですね。本当に自然ですね。こんなにうまい子いるんだっていうね、全然知らなかったですけど。で星川くんが、LGBTQ なんじゃないかっていうね話になっていきますけど、このねここも断定させなくて、ちょっとずつヒントじゃないんだけど、匂わせでもないんだけど、その人物描写の深掘り的な位置づけで入ってくる、ちょっとずつ入ってくるんですよね。星川くんが女の子とばっか遊んでたりとか、ちょっとね服装が可愛らしかったりね、して本当にヒント程度というか、その断定はさせないっていう、その塩梅がとても上手かったなと思います。あと終盤の方のね、星川くんがね引っ越しちゃうってなって、湊くんがこうね二人でこの秘密基地でねやりとりがあって、で詰め寄ったりするんですけど、そこでのこの作品の真のテーマがぐっと急に見えてくる、そのシーンもそのやりすぎないんですよね。断定はさせないんですよ。そこがその小学生である子供の心境とめちゃめちゃ重なってるなと思います。だからまだね小学生だから、自分が同性愛者って自覚を持てない段階のその曖昧さみたいなものの見せ方がとても絶妙だなと思いました。その曖昧さというか絶妙さがこの作品の優しさというか、尊さにめちゃめちゃ繋がってるなと思いますね。丁寧だし本当に優しい眼差しというか、っていうのが、あのシーンにはとてもあったなと思いますね。あとどうでもいいですけど、秘密基地ね、僕キャンプするんでね、めっちゃたまんないっすね、あのロケーション。めちゃめちゃいいとこにあるな。めっちゃいい野営地だわ、と思いながら見てました。とってもいい。あそこでね、野営したいですね、僕も。川も近いしね、景色もいいし、まあ、ソロキャンで行ってね、野営するならあそこいいなって感じでしたね。はい。で、こっからね、怒涛の伏線回収がね、もう超本当にもう半端じゃない怒涛具合でしたね。まずね、火ガールズバーが火事になったっていうのも星川くんっぽいねっていうところ、わーなるほどなと。しかもその原因がお父さんだと、豚の脳と入れ替えられてんだよっていう、その言い回しとかそれの意味がここで分かったり、この作品の中で唯一怪物がいるとしたら中村獅童だなと思いました。矢はねどうしようもないですね。改造するって言ってね、虐待してるし、そう虐待してる、その星川くんのね火傷の跡とか、首のあざとかね、いじめが原因なのかなと思ったけど、あれは虐待だったっていうのが分かったりね。あとその細かいセリフの部分の、本当に伏線でもない、本当に何気ない何とも思ってない会話の受け取られ方の、見せ方のうまさっていうのが、すごくありましたね、この辺ね。まず堀先生のね、組体操でのね、男らしくないぞーっていうセリフだったり、お母さんとのね、車のシーンでのその会話だったり、子供って大人に言われたね、何気ないこと、結構覚えてるなと思いますよね。僕も昔言われたこととかね、ちょいちょい、覚えてたりするなぁと思ったりしましたね。そういう大人から投げかけられる場面をね、見たりすると、その、序盤で思ってたね、大人が子供に翻弄させられてこの右往左往するっていう、展開だったんですけど、いや違ったんだなと、子供も大人に翻弄されてるんだなっていうね、
のが分かってきますね。中村獅童の、言葉によって普通じゃないといけないんだけど、自分は普通じゃない、どうすればいいんだって悩む、星川くん、普通の家庭ね、普通の幸せを求められる湊くんね。でしかもその秘密基地でね遊んでるシーンとかもね、もう本当に楽しそうだし、お二人だけの世界だし、そこでなら本当の自分を出せる二人っていうのが本当に尊いし、いやー本当に秘密基地のシーンはねいいシーンでしたね。金管楽器のね不協和音がね随所でというか毎回鳴ってたんですけども、これのね音の真相も分かるっていうね、今までね本当に不安を煽るね不協和音だったんですけども、ここではねその校長とね湊くん、嘘をねついてしまった二人っていうね、校長は孫を引いちゃって校長っていう職があるから嘘をついて旦那さんに身代わりになってもらってるっていう校長先生と、先生だったりお母さんに嘘をついて本当の自分を隠してる湊くんっていうね、この共通した二人が鳴らす不協和音、これがねもうほんと魂の叫びですよね。もうこの二人じゃないと鳴らせない音になってる、もう心からの叫びに聞こえてくるっていうね、ここの意味の反転も素晴らしかったです。湊くん本当に優しい子だなと思ってね、どこだっけな、あそこ星川くんがね机の上にゴミバーって出されてね、星川くん助けると自分もいじめられちゃうからそこでは助けらんないんだけども、それでも助けたくて、でもどうすればいいのか分かんなくて、なんだろう、その後ろにあったねなんか体操着入れとかをねぶん投げまくっちゃって、もうどうすればいいか分かんないっていうあの感情がね、セリフなしで見えるあの行動が、いや本当に優しい子なんだなと思って、もうあそこでね泣いてしまいました。本当にいい子だなと、もどかしさとかどうしようもなさが、小学校の時ああいうことあったなというか、多分誰しもね通ったことがあるシーンなんじゃないかなと思いますね。でね、とうとうね、子供たちのパートでも嵐がやってきまして、でまあなんというか嵐のシーンからのね音楽で、この音楽ね素晴らしいですね、さすがとしか言いようがない教授の音楽ですね、すごかったです。でラストね、この穴から出てきて、で、走り抜けてくるんですよね、森の中から、開けたところに走り抜けてって飛んでるんですよね。そう、飛ばしてる演出、普通だったらねこのフォローして飛ばないようにね人物がちゃんと見えるようにするんですけど、あえて飛ばしてると、ここでその開放感をねめちゃめちゃ表してるなと。この湊くんがまあ、ちょっとだけ自分を受け入れられたっていうところの解放感なのかなと思いました。二人を隔てるものが何もない状況で本当に解き放たれてる二人で終わるっていうのが、いやこれはこんないいラストなかなかないなと、是枝作品の中でもダントツで好きなラストだったなと思いますし、近年の邦画の中でもめちゃめちゃ刺さるね、こんなに開けた終わりというか、こんなに多幸感がある終わり方はなかなかないなと思いますね。いやとてつもないラストの終わりだったなと思います。これはね今年の、まあ、日本はアカデミー賞を取るんじゃないですかね。本当に普通にダントツです、ダントツ良かった今年。ちょっとねまだね余韻がありますね。いい映画にね映画館でね出会うとね、またね映画館に通うのねやめらんないですね。皆さんどうでしたかね、良ければコメント欄でねコメントもらえたらなと思います。まあそんな感じで、良ければ、コメント高評価チャンネル登録お願いします。それじゃあまたお願いします。